母体の中の子宮と胎児。頭中で胎盤と胎児をつないでいるものが最体である。最体の中で絡み合う赤が最体動脈、青が最体静脈。最体動脈血と最体静脈血が最体血である。最体血の最終は出産後、赤ちゃんと最体が切り離されてから行う胎盤の拡大図。胎盤で母体側と胎児側との栄養や酸素。 老廃物の交換が行われるが、母の血液と胎児血が直接混じり合うことはない。出生直後の新生児、まだ細体がつながっている。半透明の紐状のものが細体で、中で黒く見えているのが細体血である。細体はクリップされた位置から母体側で切られる。細体血の採取では、細体は2箇所でクリップされ2つのクリップの中間で、 切り離し、表面を消毒後、最大に注射針を刺して採取される。クリップで止めて針を刺して採取するのは細菌などの混入を防ぐためである。最大血とは、胎児と母体をつなぐ胎児側の組織であるヘソ脳の中に含まれる胎児血。ヘソは常用漢字ではないため、最大血とも表記される。1993年以降は、 白血病などの血液疾患患者への移植医療に広く用いられるようになっている。胎児は胎盤を通して母側から酸素や栄養分を受け取り、老廃物を母体側に渡すが、胎児と胎盤をつないでいるのが最大である。出生時の最大は太さが2トル長さが50から6 0トルほどで、最大には2本の最体動脈と1本の 最大静脈が流れているが、その血管内の血液が最大血で四十ミリリットルマイナス百ミリリットル程度の量がある。移植に使われる最大血は出産後に胎盤や最大内に取り残された胎児血を採取保存したものである。以前には出産後に最大や胎盤と共に破棄されるものだったが、1 9八十年代前半に最大血には、 造血幹細胞が含まれることが分かり、1988年、再退血を使った最初の移植医療が行われ、その後各地で再退血バンクが設立され1993年以降、バンクを通して、白血病などの疾患への移植医療が各国で行われている。出産後、再体は新生児からは切り離され、台湾も間もなく便出される。そのため出産後、 新生児から切り離された後の最帯から血液を採取しても、新生児や母体には何だ影響はない。最帯血に含まれる増血幹細胞移植は骨髄移植や末梢血幹細胞移植と並ぶ増血細胞の移植術であるが、最帯血は骨髄や動員末梢血幹細胞に比べると増血幹細胞の数が少なく、成着率は 約85%とされ HLA 適合度が低いと増血の回復が遅いでメリットはあるが、適切に保存された再対血は短期間で移植が可能で、増血幹細胞が一旦生着し安定した増血が始まると骨髄や動因末小血管細胞による増血よりも移植変態宿主病が少ないメリットがある。移植変態宿主病が少ないために、 HLA が完全一致でなくても移植が可能でありより少ないドナープールでドナーを見つけられる。増血細胞数が少ないために再対決移植が始まった当初は移植先は小児が多かったが近年では大人への移植も多く行われている。2006年には秋篠宮妃のり子が久人新郎を出産した際に久人新郎の再対決を公的バンクの一つである。 東京都赤十字血液センター再退血バンクに提供している。出生時に再大に取り残された胎児新生児血である再退血は個体差は大きいものの平均値で成人の末梢血と比べると赤血球がやや大きめで血液の濃さはやや濃いめである。白血球も成人の末梢血中の白血球より多く成人の末梢血では ほとんど見られない、増血細胞も再対血では見られる特徴がある。個体差があるため検査施設の報告により、数字に差はあるが、一つの信頼できるデータでは、再対血の平均値として、赤血玉数470万、μL、ヘモグロビン 16.5g、デシリットル、ヘマトクリット51%、平均赤血球溶石 108FL。 白血玉数1.8万ミューエル、甲虫玉数1.1万ミューエル、リンパ玉数5500ミューエルであり、体積あたりの赤血球の数は成人とあまり変わらないものの、赤血球一つ一つの大きさが 108FL であり、それは成人の 90FL より大きい。そのために、再大血は、ヘモグロビン値やヘマトクリット値が成人の末消血より大きく、つまり、 再大血は成人の末小血よりやや濃いめの血液と言える。ただし、それは正常な時期に出産された新生児の数字であり、早産児では赤血球は大きいが、数は少なく貧血の早産児が多い。白血球も成人の基準値上限のおよそ2倍程度の数である。血小板数は個人差が大きいものの成人と同じ範囲内に収まる。したがって、 新生児は多血気味が多く、取り残されるはずの再対血が取り残されずに、新生児に流れ込むと、さらに多血気味になりうる。出生児の再対血の積血球中のヘモグロビンの60から80%は胎児型ヘモグロビン AF であり、成人型のヘモグロビン A は少ない。新生児の再対血の量は、個人差は大きいものの、 体重3ラムの新生児でおよそ1 0 0トル程度である。最大血中の有核細胞数は4から6億個のものが一番多く、約3割、6から8億個のものも、約3割、8から10億個が3番目で、約2割、10億個以上のものが1割強である。体の大きい成人への移植には8億個以上が必要とされている。 有核細胞に含まれる CD34 細胞は、成人の末小血では、ほとんど見られないが、再退血では0.2から0.5%の範囲で、含まれるものが多い。白血病などの難治性血液疾患の根本的治療の一つである増血管細胞、移植において、増血管細胞の供給源として骨髄及び、肝細胞動員末小血などと、 同じく移植ソースの一つとされる。再対決は、細胞提供者の負担がなく、HLA にザフイッチでも移植が可能なことなどから、増血幹細胞の有力な供給源と考えられている。問題点としては、再対決に含まれる増血幹細胞の数が、骨髄や末梢血動員幹細胞に比べて少ないために、生着不全の確率が骨髄、 末小血動因幹細胞に比べて高いことや増血の回復が遅いことが挙げられる。含まれる増血幹細胞数の高が移植の成否を分ける重要な要素となるため採取された最大血のすべてが移植に利用できるわけではないこと、特に成人の患者への適応症例はまだ多くはなく骨髄移植に比べ知見が少ないことなども挙げられる。が、 増血幹細胞数の少ない再退血も幹細胞を増殖させた上で移植したり複数人の再退血を一緒に移植するカクテル移植が試みられるなど問題を克服する努力も行われている近年増血幹細胞以外の体制幹細胞である肝陽系幹細胞が再退血中から見出されたこれまで肝陽系幹細胞は 骨髄中に存在することが報告されていたが、骨髄だけでなく再対決も肝陽系幹細胞の供給源として、骨や軟骨の組織工学的修復あるいは再生医療への臨床応用へ適用できる可能性が示された。さらに、神経細胞や幹細胞、上皮細胞など、より広範な組織への多分可能を有する。 戦具細胞の存在も示唆されており、世界各国で熱心に研究が進められている。急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、若年性骨髄短球性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ種、多発性骨髄種、副腎皮質実トロフィー、骨髄巨格急増血不全性血小板減少症。 先天性赤が休炉、ファンコニー貧血、遺伝性ニューロパジーハーラー病、ハンター病、再生不良性貧血、重症先天性高中級減少症、サラセミア、X 連鎖リンパ増殖症候群など早期に移植が必要な場合は、再対決を積極的に検討する。ただし、感染リスクの高い患者や高 HLA 抗体が存在する場合、 幹細胞の成着が悪い疾患、骨髄移植が良い成績を上げている疾患などでは、最大血より骨髄移植を優先する。血液の元になる造血幹細胞は成人では骨髄の中に存在し、1960年代から白血病などの治療で失われた造血機能再建に骨髄移植が行われてきた。その後研究が進み、2012年現在、 増血幹細胞のソースとしては骨髄の他に末梢血動員幹細胞再退血がある。再退血移植は骨髄移植や末梢血動員幹細胞移植と比べると初期の治療関連死は多いが再発率と移植変態宿主病の発症頻度は低く全体としては無病生存率はほぼ同じである。増血幹細胞は 胎児の血液中にも存在するが、1980年代には、細体及び胎盤の胎児側血管の中の血液中にも、増血幹細胞が含まれることが明らかになった。細体血に含まれる増血幹細胞は成人の骨髄中の増血、管細胞より未熟で、つまりより若い細胞であることが確認されている。そのために一旦静着して、血球の回復が、 軌道に乗れば、成人から得た増血幹細胞よりも高い増血能力があると考えられている。また、最大血中の T リンパ玉は、より未熟で、移植患者を異物と認識して増殖する力が弱く、そのために HLA 型が完全一致していなくとも、移植変態宿主病多くの場合では、後山の前に採取される。具体的な採取方法は、施設によって、 多少は異なるが、出産後、新生児に近い部分で、採胎は切り離される。新生児から切り離された採胎の表面を消毒し、チューブで採取用袋につながれた、採取用の針を採胎血管に差し重力で自然に、採胎血が流れ出てくるのを採取用バッグに採取する。一滴でも多く採取するため、採胎はできるだけ新生児側で切り、 最後はチューブをしごいてすべて採取するようにする。再択血の移植では、有核細胞数の高が重要で、有核細胞数の少ない再択血は使用されない傾向にあるので、再択血は一滴でも多く採取することが完了で、最低でも有核細胞数8億個再択血の量にして、60ミリリットルが最低採取量であり、これ以下は移植には使われず研究用となる。 最大血の採取とともに、母体からも検査用に血液を採取し最大血と、ともに、最大血バンクに送られる。台湾と最大の画像不快感を催す恐れがある。ため閲覧にはご注意ください。採取された最大血は最大血バンクに送られる。最大血バンクでは、検査、細胞処理の上で、最大血を液体窒素で、冷凍保存し、移植の時を待つ。 採取された再退血には、増血幹細胞ばかりでなく、赤血球、白血球、血小板、血小などが含まれる。赤血球、血小板、血小は移植には不要なものであり、また移植の時点では異形である。赤血球は移植を受ける患者にはむしろ有害である。また、液体窒素タンクの限られたスペースを有効利用するために、 不要な成分は取り除く必要もある。そのため、最取病院から届けられた再対決バンクでは、細胞処理を行った上で、凍結保存する。再対決はまずは、ヒドロキシエチルスターチを加えて、赤血球を凝集させて、遠心分離、あるいは特殊なバッグを用いて、遠心分離して余分な赤血球と血小を取り除く。検査用のサンプルを取り、 当該保護剤を加えて凍結バッグに移した後に凍結、保存される。当該保護剤の添加が必要なのは、再耐血をそのまま凍結すると、表彰や脱水によって増血幹細胞が破壊されるためである。凍結保存された再耐血を使用する際は、液体窒素で凍らせたまま移植施設に運び、 移植の直前に摂氏37度の温水で回答する。その際、当該保護剤が患者に悪影響を与えることがあるので回答した。再退血を洗浄してから移植に用いることも多い。再退血の移植は移植といっても実際には静脈に点滴するだけである。血液循環で体内をめぐり、骨髄にたどり着いて増血幹細胞はそこに定着する。 最近感染症やヒトヘルペスウイルス6型脳炎が骨髄、末梢血移植と比較し多いと指摘されている。1992年ニューヨークブラッドセンターのルビンシュタイン博士らによって世界初の再退血バンクが設立され、その後再退血バンクはデュッセルドルフ、パリ、ミラノなどに設置され、さらに世界各地に広まっていった。2012年現在世界的な 骨髄ドナー検索システムが構築され、骨髄に関しては48カ国66の骨髄バンクが参加しているが、再対決でも29カ国から43の再対決バンクが BMDW に参加し、登録された再対決のストックは51万本になっている。BMDW で検索された骨髄血や再対決の提供や品質管理などで、 国際間で協力する組織としては、ザ・ワールド・マ・ロードナー・アソシエーションがある。日本国内では1995年から、私的な形で、神奈川再対決バンクついで近畿再対決バンクが設立され、2000年以降厚生省による整備によって2004年までに11の公的な再対決バンクが、全員の提供を受けた、再対決を保存するという体制が整えられており、 増血幹細胞一植ではこれらの再対血で賄われている。ただし3バンクはその後事業を停止し他バンクに移管したので2012年では実質は8バンクである。2012年現在2万8000房に余りの再対血のストックがあり2011年では1年間におよそ1100件の再対血移植が行われている。再退血移植が 他の方法に比べて欠点の一つは細胞数が少ないために生着率が悪いことである。生着率の悪さをカバーするためにいくつかの方法が研究されている。再対決は通常は静脈から輸注で入れられ体内をめぐるが増血管細胞が骨髄に届くまでに肺などの組織で捕まる細胞も多いと考えられている。そのために骨髄内に直接 再対決を入れる方法が試されているが、2011年現在のところまでは、生着率の向上といったメリットは、はっきりしていない。また、再対決を2ユニットの移植を行う方法も、試されている。2つの再対決が、同時に移植されるが、移植後100日までには移植された2ユニットの細胞のどちらかが優位になる。複数再対決移植では、生着率はよく、 再発率も低い傾向にあるが、急性 GVHD は多い傾向にある。日本の再大血移植の件数は世界最多であり、2007年までのデータでは3546件の非血炎者間再大血移植が行われ、これは世界の4割を占める。日本では2011年には1100件の再大血移植が行われ、2012年5月では 日本での最大血移植の総件数は8400件を超え2012年までの累計でも日本での最大血移植は世界の総最大血移植件数の約1、3を占めているアメリカやヨーロッパの人口と日本の人口を考慮すると日本では最大血移植が非常に多く行われていると言える2015年においても 世界の最大血移植の累計で約1、3が日本で行われている。2015年、日本では最大血移植は年間で約1200件を行われ、累計では12,853件となっている。日本で最大血移植が多い理由としては、保険制度で欧米より費用が安く済むことと、日本人の体格は一般に欧米人より小さいので、 細胞数の少ない再退血でも移植が可能などの理由が挙げられている。日本では再退血バンクは2018年現在6バンクである。再退血の採取には医療スタッフ数の充実や設備の一定の基準の達成やスタッフの技術が必要なのでどの病院でも採取できるわけではない。2012年5月現在では再退血の採取病院は98ある。 2018年現在採取された再対決を調整保存する再対決バンクは以下の通りである。レシピエントの HLA 抗体のスクリーニングを行い抗体の保有が判明した場合にはその標的となる HLA を発現しない再対決ユニットを優先的に選択する。15歳以下の症例に対しては一定の有核細胞数が確保されていれば HLA 適合度の高い再対決を優先的に選択する。16歳以上の症例に対しては、HLA 適合度に関わらず、有核細胞数の多い再対決を優先的に選択する。日本の再対決移植は世界最多を誇るが、その再対決移植を支える公的再対決バンクが抱える問題は資金難である。日本には、 公的バンクは11あったが、そのうち3つのバンクは、活動を中止し、他の公的バンクに業務を移管している。関係各位からは、再退決の保険点数の引き上げが求められていた。2012年、再退決移植への診療報酬が、骨髄移植と同額に引き上げられ、再退決バンクへの配分も2012年3月までは17,400点、1.1円。 だったのが4万800点に引き上げられた。一方、再対決の将来の再生医療での利用に期待して、自身の再対決を子供本人のために保存しておくというビジネスが、米国を中心に拡大している。日本でも自己再対決の私的保管事業を行っている会社が数社存在する。ただし、民間の再対決バンクによる私的保存については利用できる。 細胞数についての懸念や自己再対血移植についてのデータが少ないことなどが表明されている。自己再対血では GVHD がないというメリットがある代わりに GVL 効果がないので白血病やリンパ腫の再発率が高いというデメリットがあり、細胞数が保証されない点は決定的に不利な条件である。また、 再対決採取に慣れていない医師によって採取された再対決には細菌が混入している可能性もある。成人への移植には有核細胞8億個が目安だが有核細胞が8億個以上の再対決は3割程度であり、有料で保存しておいた自己再対決がいざという時には細胞数不足で結局は使えないというケースが多いことが予想される。 幹細胞を増やす技術も確実なものではない。また、日本では、指摘保存を行っている民間の再対決バンクの、一つが2009年12月に倒産し、倒産した再対決バンクの社長は、同業の民間再対決バンクへの移管は、引き受け先にきちんとした保管技術や施設があるかどうかわからず、どう扱われるか心配だと話しているとのことである。再対決は、 新生児自身の血液であるので、例は少ないものの新生児で輸血が必要になった際に再退血を新生児自身に輸血することがある。自己血の輸血なので副作用が少ない時点がある。新生児の外科疾患では、エコ検査などの出産前検査の進歩によって、出産前に出産後早期に手術が必要と判明するケースがある。 そのようなケースで出生後2週間以内に手術すると、見込まれる際には、出産時に再退血を採取、保存して、手術時に輸血が必要になったら、保存していた事故の再退血を輸血することがある。自己血なので副作用が少ないメリットがある。再退血自己血輸血に、積極的な病院の例では、出生後2週間以内に、 下下手術したケースの89%で輸血が必要になり、その63%では自己再対決だけで輸血用血液が足りた。しかしながら、新生児の手術のために自己再対決を採取、保存することは限られた施設でしか行われていない。輸血のために再対決を採取、保存するには人で、設備、技術が十分でないと難しい。 参加委院ではスタッフ不足に悩んでいるところが多く、また再対血採取、保存の設備も不足している病院が多いためである。また、早産時では貧血のケースが多く、貧血を改善するために、出生時に再対血を送り込んでやることがある。新生児と再体を結殺するのを送らせたり、再体をしごいたりして、再体内の血液を新生児に送る。 ありがとうございます。